チリアンテリア、チリアンテリアは、チリ南部原産のテリア犬種の一つである。フォックステリアタイプ犬種の一種でもある。別名は、チリアンフォックステリア、チリアンラットテリアなど、親戚種であるブラジリアンテリアと非常に似たおい立ちを持つ。19世紀後半にヨーロッパから持ち込まれた、イギリス系、ジャック・ラッセルテリアと地元の土着のテリアや、ピンシャータイプの犬が、自然交配し、 計画繁殖の手を介さずに固定され根付いていったものである。主に地上でネズミを狩るのに用いられた。作物の食害や伝染病の媒介を予防するため、目の前に現れたネズミは逃さずに素早く捕らえた。農地だけでなく、鉱山や行動でもネズミを駆除する。この他には、番犬として使われたり、体力があり活発なので子供の遊び相手となったりしている。 チリ南部ではよく見かけるとされる犬種だが、チリ以外ではほとんど飼育されていない珍しい犬種である。現在、フシーには公認登録されていないが、これは犬種として確立されていないためではなく、ブラジリアンテリアの国違い犬種として認知されているためである。しかしながら、チリアンとブラジリアンは原産地だけでなく、容姿や特徴にも違いが存在する別犬種である。 引き締まった体つきをしたテリアで足が長く走るのが早い。頭部の形はブラジリアンテリアではなく日本テリアに近い。マズルの先は尖っていない。耳はローズ耳、尾は飾り毛のない先細りのタレオだがかなり短く弾をすることがある。コートは非常に短いスムースコートで毛色はホワイトをベースとしてブラックやタンが入ったトライカラーやパーティーカラーなど。 中型犬サイズで性格は知的で活発、陽気だが、やはり、ジャック・ラッセル・テリアのようにずる賢でいたずら好きな一面もある。しつけの飲み込みは非常によく、特に興味があることと交えて教えることで、より吸収を早めることができる。ただし、テリアキャラクターの影響により頑固で気の強い一面もあり、初心者にはややしつけが難しくなる傾向がある。 家族以外の人に対しても有効性を示し、多頭外にも比較的向いた犬種である。番犬としても使われてきた犬威からよく吠える性質があるが、しつけによって軽減、改善が可能である。運動量は中型犬並みに多く、軽い散歩程度ではストレスを発散するまでには遠く、至らない。デズモンド・モリスの犬種辞典デズモンド・モリス著書、福山秀也。 大木卓役生分道振興者2007年ありがとうございます。